国際原子力機関 IAEA のグロッシー事務局長は今日2年ぶりに福島第一原発を視察しました。新型コロナが蔓延し世界中で建設業が滞る中、原子炉建屋のカバーの取り付けなど廃炉作業が進んでいることから、グロッシー事務局長は廃炉の進捗状況を期待以上と評価しました。また昨日原子力規制委員会に了承された放射性物質を含んだ処理水の海洋放出の計画については、まだまだプロセスはあるが前回の視察に比べ準備が整っているのを確認しているとしました。一方で地元住民の理解を得るために多くの情報の開示が必要だとし、東電や政府が何か情報を公開した場合、 IAEA ではその安全性の裏付けの検証を行っていくと話しました。